はい、皆さんこんばんは。 YouTube チャンネル開設丸1年記念配信へようこそいらっしゃいました。お、ドンキーコング3、マイティーボンジャック SP、 レッキングクルー、先日のアップデートで追加されたソフトたちでしょうかね。まあ、いずれはね、やっていきたいと思うんですが、今日やらせていただくのはこちらのソフトです。パンチアウト、商品版。相手の動きを見切り、渾身のパンチでノックアウト。このタイトルはファミリーコンピューター用のスポーツアクションゲームです。チャンピオンを目指し、サーキット、大会に出場したリトルマックが、強豪ボクサーたちに挑みます。試合は1ラウンド3分間の3ラウンド制。ガードが甘いときは、ボディーブローや顔面パンチで攻撃し、相手からのパンチはブロックやスウェーで回避します。相手にはそれぞれ動きの癖があり、大きな隙が生まれることも、すかさずパンチを叩き込むと、連続攻撃をヒットさせたり、強力なアッパーカットが打ったりします。87年、ゲーム大会の商品として配布され、後に製品版が発売されたゲームっていう風になっていますね。87年。だから今からだから30年以上も前です。ではやっていきましょう。懐かしいね。僕のクロスカウンターを見させていただきます。僕の特技はね、ねじりんぼ。なんじゃそりゃ。今日はクリアするまでやめないぞ。グラス・ジョー、パリ・フランス、38歳。懐かしい。何か出てきましたよ。先日のアップデートで追加された新機能のなんか使い方なのかな。これどうやって消せるんだろうか。こうやれってこと。よし、消えた。よし、飛んだ邪魔が入りましたけれども、あの前回の魔界村をやらせてもらった以来、このファミコンのやつは起動していなかったからね。やるじゃねえか結構。このゲームは B で左パンチ、 A で右パンチです。十字キーの上を入れながらだと上段に打ちます。そしてこういうね、必殺も使えます。今打ったのはスタートボタンで繰り出せる強いパンチ。周りに相手が星を出すんで、その星の数だけスタートボタンで繰り出せます。ただ相手のパンチ一度でも確か受けてしまうと消えちゃうんだよね。やりました、 TKO。 ヴォン・カイザー、ベルリン、ドイツ。アパカ。コメントサンキューです。懐かしいね。さあ、約30年以上ぶりに遊ばせてもらっております。パンチもですね、かわされ続けるとハートを失って、ハートがゼロになるとパンチが打てない紫色の状態になってしまうんだよね。マリオはカウント、マリオがしっかりカメオ出演しております。任天堂さんの伝統芸ですね、当時の。最近のマリオさん、ほら
自分自らテニスやったり自分自らボクシングやったりすると思うんだけど、この頃のマリオさんはほらカメオだから、あくまで ボディストレート、マリオはこの相手つけひげっぽく見えるけど、だってマリオさんドイツじゃなくてイタリアでしょ。よしやりました、懐かしい、楽しい。曲もいいよね、パンチアウト。なんか BGM が僕が知ってるのとちょっと違うね。出ました、ピストン、ホンダ。パンツの柄がダフィーダックそんなこと思ってんの、うぶねしくらいじゃないの。いろんな国籍の選手が登場しますけれど、そもそもほらあんまりゲームで日本人みたいなのがね、あーそんなことないか、結構あるか、でも当時はそこまで多くなかったよね。だからちょっと特別な感じがありました。意外と長かったっていうね、もう30年以上も前の記憶だからね。ファミコンで一番好きなゲームです。見たかった、ありがとう。こちらこそ来てくださってありがとうございます。頑張ってクリアしてみせます。実はね、あの概要欄にも書かせてもらっているんですけど、30年前クリアしたことがないんです。桜桜、あのセレクトで回復するテクニックやってみようか。よし、約30年ぶりです。このねパンチアウトってほらそれぞれのボクサーに特徴っていうものがあるんですよね。それを戦いの中で探し当てていくっていうか、ラウンド間の休憩でセコンドのねドックも教えてヒントをくれることもありますけど、この相手の弱点を見つける謎解き、そこがね僕にとってこのパンチアウトっていうのがね一種のパズルゲームに感じる部分、当時からそう思ってました。もちろんね最初のこのステージも含めて最初の3ステージぐらいまではね、こうスポーツゲームアクションゲームの爽快さみたいな楽しさが詰まっているんですけど、この後から出てくるボクサーからねその爽快さプラスパズル的要素の醍醐味が詰まっていると、僕はそういう風に思ってます。懐かしいトレーニングモンタージュ、映画ロッキーではおなじみのねこういうモンタージュシーン、それをしっかりゲームといえ盛り込むこの遊び心いいですよね。うん、今遊んでも楽しめるゲーム、そうですね。パスワード、あの皆さんもよかったら僕の続きやってみてくださいどうぞどうぞ。ドン・フラメンコ、スペイン、マドリード。これね、よくやった。あの動き直してね。
実際にビューンとパンチしたりしたもんですよ当時。この選手はね、確かこの AB 交互にパンチをするのが良かったんじゃなかったっけ、こんな風に顔が長い、ニコラス・ケイジっぽいね。 A B C D E F G この A B 交互っていうね、このコツを知っているのと知らないとではこの初見で挑む時もう印象がまるで違うと思います。僕はね30年前に倒してるから、そのパズル要素ちゃんと解いてるからね、こうやっていけましたけど懐かしいキングヒッポ、これもねパズル満載。こいつは初見殺しでしたよね、懐かしいね。あの口を開いてる時が狙い時だったよね。ん？カバーさん。マリオさん、ちょっとカウント止めないでくれよ興行を意識してますマリオで、こっちがダウンした時容赦なく均等にカウントするんだろ。グレートタイガーボンベイインディア29歳、懐かしい。この相手も30年前倒したことがあるんで大丈夫だと思います。青いブーツ内股青ブーツ、くそ狙っていたんだけど届いてないっていうね届いてないっていう。配信にどれだけちゃんと見えてるかわかんないんですけど、額の宝石が光るんですよ。それがヒントでしたよね。助けられたな、ゴングに。ガードを下げるな。プッシーキャットがタイガーに挑むとはだって。夏い1周年おめでとうございます、コメントありがとうございます。パンチアウト経験者の皆さんどれだけいらっしゃるんでしょうか。経験者の方にお尋ねしたいんですけど、好きなパンチやります？好きなパンチっていうのはさ、 A でやるパンチか B でやるパンチか。僕はやっぱこうして30年ぶりに遊ぶと
A パンチが多いね。 A パンチの左よけ、左スウェイ、当時のこの脳みそに書き込まれてる記憶が蘇ってきて、自然と指がそれに従ってなんか動いてますね。どうも左に避けたくなる。本当はこのパンチ、相手が出す左からパンチを繰り出すか右からパンチを出すかで切り替えた方がいいんでしょうけどね。よし、分身ドリブル、筋肉マンの超人。僕ね、初めてパンチアートやったのはあのゲームセンターアーケード。でアーケードは割とね、色物系が多かったですよ。音楽違うよね、ここの。出たーボールドブル、鬼門。30年前僕はここを突破することが全然できなかった。っていうのはね、こいつはある技を使ってくるんです。それを破るタイミングが取れないだ。今夜はここ、ここが鬼門。魔界村配信でいうとこのステージ2ね。皆さん、今のが僕が言ってたそのある技です。あの技ね、パンチが当たるわずかな隙があって、当時のファミコン雑誌に、ちょっと待って、おし やりました鬼門突破、超嬉しい。カウンターボディー、綺麗だね。いやね、当時ファミコン雑誌にコツが書いてあることもあったんだけど、ほら活字で読んでもさ、全くタイミングっていうのは難しいでしょ。で当時の僕、あれやられたら終わりっていうのが、ね、あったんでね、あれやってこないときはね順調にいけるんだけど、あれやってこないことってないからね。そうそう、パスワード、皆さんもよかったらぜひ僕の続きを。ピストアンハンダ、ん、自転車泥棒って、ごめんね、今承認待ちのコメントがあると思うんですが、今ちょっとできない後ほどね、ちゃんとでもありがとうね、受け取ったよ。
パンチ急に飛び出してきます。今承認するね。何ちょっと慈瞳くんに見えてきたあ、さっきのねボールドブルね。お、最初の試合のこと忘れていないぜって。じゃんじゃじゃーん。パズルゲームとしての要素、一種のパズルゲームって話をしましたけど、一種の音ゲー的なところもあると思うんですよね。僕にとって避けるタイミングとかね、どうしても目だけだと追い切れないんで、音とかね、相手の繰り出すパンチの音とかのそのリズム感でだいたい避けるタイミングを僕の場合は掴んでる感じ。知らねえ技やってきたぬんこの顔が歪む感じ楽しいですよね。これももうロッキーの影響ですよ。俺と戦うときはヘルメットを着用しろって。実はリズムゲー、そうなんですよ。今の勇気あったでしょ。なかなか勇気ある挑戦でしょ。自分で言ってみた。よし、多分ねコツとかあると思うんですよ。このタイミングで殴ると星が獲得できるとかね。僕の場合はもう行き当たりばったりだからそもそも約30年前こんなに。よし、来てないから。思わせぶり。出たー。ソーダポピンスキー USSR。 ゲームセンター CX を思い出します。リズムゲーだよ。早めよけ、早めよけよし、お腹がまるでデスピサロ。ボクサーとは思えない体型だもんね。ぬん
ロッキー3のハルク砲丸戦を思い出しますよ。勝てねえよドック。 Yes you can。 パンチドランクにしてやるって。お酒にかけてる。でも飲んでるのはウォッカではなくソーダです。ソーダです。よし、30年前に遊んだことがあるゲームですが、ほとんどやったことのないステージを楽しめるって僕にとっては最高の贅沢です。ちょっと欲張りすぎた。ダメダメ、こうやるとデブ年で根っからのお調子もんだからさ、歯出しちゃうんでね、いけるいけるみたいなさ。いや、行くと思うじゃん今ので。耐えたな。よし、あちゃーコメントサンキュー。ちなみに今日もジョイコンです。うん、勝利が目の前にあると気持ちが流行るのは分かりますって。そうなんだよ、僕ですよね、お調子者だから。あ、回復忘れてた。回復のコツってあるんですか？なんかセレクトでできるんですけど、僕は長押しなんですよ。なんか連打するといいとかそういうのあったりします？秘密が。よし、初めて倒しました。有野さんの仇。ボールドブル、またですか。鬼門。なんか小技増えた。何そのフェイント。何、小技を覚えてきたな。ロッキーがほら、3でアポロからこのステップワークみたいのをさ覚えてミスター T に再戦したあの感じね。ミスター T じゃないね、クラバーラング。あれ、なんでいかない？なんでいかないんだろう。なんでいかないんだ。感触的にはくっそ助かった。行ったと思うタイミングでダウンしないんだもん。
いい感じ。ん？ガッハッハ、倒れんよ。コメントサンキューです。出た、小技。よし、必殺もね、隙が生まれてしまうんで、かなりね、慎重に。よっしゃ。どうせ立つんだろう。まあ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 、これが普通だから。たわけが。TKO、 滝、木杉、大川。あれ、ドンフラメンコ。いいの？なんか秘密兵器身につけてきた？ドンフラメンコでいいの？ちょっと待って、強えじゃねえか。一撃が強えじゃねえか。しかも小技身につけてきてる。で、こっちのパンチはさ、全然ダメージ入んないもんね。スタミナ型か。伊沢くんは特別枠。スタミナが。うん、苦手な人は苦手。フラメンコストライクスバック、リターンオブドン。タフだね。コツがあるんでしょうけれども、初見でございます。お手柔らかにお願いしますよ、フラメンコさん。ちょっとリズムが狂うと、もう連続で入っちゃうね。リズムゲーだから。同じこと考えてたな。起き上がったと同時に打ってやろうと思ったけど。どうしちゃったの、フラメンコさん。大衆は俺の髪が好きだって、髪をいたずらするんだって。
よし、なんか動きが止まって見えてきた。見える。私にも見える。阿吽の呼吸餅つき大会。見えてる。よし、リズムがあった。すっげえ今呼吸があった。リズムゲーです。ほら見えるもん。もうパンチされる前から来るタイミングがわかる。やばい、ゾーンに入ってる見える。ああ、判定、やりましたもうちょい時間くれたら KO 行きたいんだけどな。うん、初見なのに忖度しないフランコさん。ミスターサンドマン、フィラデルフィア PA、 エイジ31。ダダンダンダダン、それはエイジ35。失礼いたしました。もう大体ね、名ボクサーと呼ばれる選手はさ、フィラデルフィア出身だからね。ロッキーとかさ、ミスターサンドマンとかさ、あとは知らんけど。でもフラメンコさんとの対戦で少し覚醒、目が覚醒してるところが、なんで、こうか、分かった。パズルゲー、私にも見える。調子乗るところだから。よし、気持ちいい。ん？実質ラスボス？どうせないんで立つんだろう。任してる。プヌシ今覚醒してるから動きが遅く見える。調子に乗るところだもんな。お願いだ。よし、お許しが出た。覚醒プヌシ、今のウプヌシならフォートナイトビクトリーロイヤル取れちゃうよ、なんつってね。よし、うわ、ワクワクするね。ほんとフォートナイトで鍛えたこの
危ね。ブーン。ラスト2人とかラスト3人の時のワクワク感と一緒。やったぜターキ、キスギ、大川、タイソン。スーパーマッチョマン。完全にプロレスラーだよね。ソーダポピンスキー系、目が好き。このやられてる時の目が好き。あとウエスト細い、ウエストが細いぜ。そのキャプツバの必殺シュートみたいなパンチの影響か。うん、よし。急に知らん技やんないでくれる？安心しちゃったよ。ぬん。見える。フラメンコさんとの修行のおかげで見える。よし。スピンパンチ2種類、気をつけろ。よし。決死のスピンパンチだった今の。必死だよ相手も。感じるよ相手の必死さが。こっちも必死だけどね。伝わってくるぜお前の思いが。勝ちたいっていう気持ちが伝わってくるぜ。こっちの勝ちたいんや。まあ立つでしょうね。
すごい気迫。指がもう疲れたよ。やったぜ。ニューチャンプ、昨晩我々は小さなだが偉大なチャンプを目撃しました。彼の名前はリトルマック。コングラチュレーションズ。私のベルトはどこ？私のベルトはどこはいいんだけど、マイク・タイソンはどこ？クリアおめでとうございます。さすがです。チャンピオンカン、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもフラメンコ、ありがとう。覚醒したよ。まあいいんだけど、マイク・タイソンいないの？マイク・タイソンどこにいんの？マイク・タイソンはどこに？マイク・タイソンはどこに？マイク・タイソンはどこに隠れているのかな？え、マイク・タイソンパンチアウトではいないのでいませんって。あ、商品版だからって。あ、そういうこと、そういうことね。わかりました。ということでこれでクリアっていうことでいいのかな。 G エンドだから。ありがとうございます。ありがとうございます。クリアさせていただきました。すっごい熱いし、すっごい面白かった。うんこっちが先。そうだよね、商品版だもんね。その後製品版になったって詳細に書かれてましたもんね。うん、タイソンいませんよねこれ確か。もうこんな時間帯に書かれてる。もう今から6分前ぐらいにネタバレ食らってるプルス。そんなわけで、今回はファミコン版パンチアウトをチャンネル開設丸1年記念配信として遊ばせていただきました。ご視聴いただきどうもありがとうございました。まあ、YouTube での生配信もそうなんですけど、僕の10年前のニコニコ動画の投稿動画を含めて、それらを見てくださった皆様からすごい嬉しい言葉を僕はたくさんこれまでいただいてまいりました。ある時には、視聴者さんが自分の日常で起こった出来事を僕にも話して共有してくださることもありましたし、これこれ嫌なことがあって落ち込んでいたんだけど動画を見て元気が出ましたっていったメッセージをいただいたり、影響を受けましたとか刺激を受けました、新しいことを始めるきっかけになりましたっていったね、ご報告をいただくことがあります。でそういう言葉を、頂戴するたびに、それらの言葉を僕はもうそのまんまお返しして感謝をお伝えしたくなるんですよ。僕の方こそ皆様の反応を通して新しいことを学ばせてもらうことだったりね、成長につながる、ね、自分の成長に役立たせてもらっていることも多くて、それゆえに、もう11年なのかな、10年以上こういう動画の活動を続けてこれたというふうに感じています。今夜は皆さん集まっていただいてどうもありがとうございました。またやりましょう。おやすみなさい。何、僕と一緒にジジイになったっていいことを言ってくれますね。僕はまだまだお兄さんだけどね。